今からおじさんあるある言います。おじさんあるあるある言います。びっくりするほど顔臭い、はい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 、あるある探検隊。やかましいわお前。やかましいわ。びっくりするほど顔臭い時あるよね。どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。ということで、ね、刑事チャンネルの顔からはすごいフローラな匂いがしております。皆さん安心してくださいということで、おい、ちょっと待って、ちょっと待って、急に来たな、急に来たな。プレイステーションストアのセールが、サマーセールが急に来たぞー、来たぞー、来たぞー。この野郎、この野郎、ソニー、お前ソニー、おい、なんで急に、事前になんか言ってたか、言ってたか、言ってなかったよね。7月24日、不意に始まったよね。だから、ね、ゲームのメディアも急に取り上げたよね、記事でね。俺も知らなかったし、これ急だよね。急に来たよね。8月21日まで。というわけで、PS ストアのサマーセールが始まってるんで、お前、ソニーいい加減にしろよ、ソニー。ふざけやがって。というわけで、今日はですね、PS ストアサマーセールで、1万円分、もうゲームを好き放題買う企画をやらせていただきます。本当にありがとうございます、ありがとうございます。バカ野郎、バカ野郎、言っとくけどね、俺あれだよ、セールがあるたびに1万円分ゲーム買ってったっていられないんだよ。金がないんだよ、金が。それはね、世の中の有名な YouTuber の YouTuber たちは、ね、有名な Tuber たちはそれは持ってっからさ、こんなもん買ってきました、あんなもん買ってきましたってやってさ、そんな動画作っていいかもしんないけどさ、俺リアルにここ最近毎日800円以上お金ほど使えないぞ、1日あたりっていう、そういう日々が続いている。そんな中で泣け出しのお金をちょっと振り絞って俺は動画にしようと思って1万円分やるんだよ。やるんで、もうほんとね、金がないんだよ。ソニー来いよ、俺んとこに、なんかさ依頼してこいよ、新しいゲームのスポンサードしてこいよ、おい。はい、というわけで本日の情緒不安定終わりました。もう一度説明しますね。PS ストア夏のセールで1万円分、好き勝手ゲームを買うぞっていう、そういう動画になっております。そしてソフトを見ながら、まあおすすめのソフトなんかもちょっと触れながら、PS ストア内をみんなで見ていきましょうね。先日ね、夏休みにおすすめのゲームソフト紹介みたいなのをやっておりましたけれども、その動画よりもっとカジュアルな感じにね、カジュアルな感じにおすすめしていきますね。そっちの動画もよかったら皆さんぜひ見ていただきつつ、照らし合わせるかのようにこの動画でね、見ていただければと思います。1万円分ゲーム買うぞ、何買う、すげえ楽しみ。はい、というわけでやってきました、サマーセール最大 95% オフとかさ、おい、利益度外視か、おい、利益度外視か、いいのか、95% オフにしたら、もう 95% オフの商品全部購入したのかなってちょっと思ってるんですけれどもね。じゃあちょっと早速見ていきましょう。8月21日までのセールとなっております。ではセール会場にゴー。いや、セールに行くのってワクワクするよね。行こうぜ。はい、そんなわけで、すべて見る、 PS プラスでさらに割引2000円以下ピックアップ、へえ、すべて見るで多分全部見れると思うんだけど、 PS プラスの会員の方は多分安くなるっていう、特定のタイトルが多分安くなるっていうことかな。タイトルによりセール終了日が異なる場合がございますってこと。マジかよ。マジか。まあとりあえず全部見てこうか、もうね。まい、見せろ、見せやがれ、ちょっと待つでござるよ。ね、もうね、ちょっといいんですかみたいなね、ゲームがあるけれども、ちょっとね、上見ていきましょう。ゲーム本編、PSVR、追加アイテム、あとビデオもあるね。ビデオもある。深田恵美ちゃんのビデオとかあるから、バカ。バカ。最近気になってんじゃねえよ、バカね。とりあえずちょっとソフト見て、もうはい、サムライスピリッツはもう皆さんもう購入の方向でお願いします。2割引きか、もうちょっと言ってくんなかったかな、もうちょっと。いや、でも出たばっかりのゲームやからね、2割引きでございます。で PUBG が1650円か。 PUBG はね、欲しい人はもうここしかないだろうってね。 APEX とかフォートナイトとかタダで遊べる中、 PUBG 1600円払って遊ぶかっていう話なんだけどね。まあまあまあ、そういうのがありますよというところと、 NBA、2K ね、2K19 と、アークか、アークね、ピックスアークがこの前出たばっかりでね、アークの方もね、まあ楽しいゲームなんだろうけれどもね、ピックスアーク欲しくなる。パワープロだよ、パワープロ半額だよ、みんな、パワープロ半額だぞ。待って、このペースでいったら進まねえから。あー、まあ例によって、ね、まあいつもグラセフはありますよね。で、フォートナイトのスタンダードなんちゃら、ドラクエ10と、あー、ちょっと待って、ストリートファイター5あるじゃん。
わあ、でもストリートファイター5も一瞬どれ買っていいか迷うよね。まあアーケードエディションを買えばいいんでしょ今ね。アーケードエディションとアーケードエディションのデラックスかな、これがデラックスにしたら、あーとアンロックしなきゃいけないキャラクターが最初から課金せずについてるってことかな。シーズン1、2、3のキャラクターパスが全て含まれてるのがデラックスか。あーなんかさ、でもさ今年のさエボあるじゃないですか、あの格ゲーの大会のエボ、エボでなんか発表されるみたいな噂が立ってます。ひょっとしたらストリートファイターの新しいやつなんじゃねえかとかってちょっと言われておりますけれども、あるいはストリートファイター5の次のね、なんか大型アップデートとかなのかもしれないですけれどもね。でもそろそろねストリートファイター新しくしてほしいよね。ちょっとその辺の動向見てから買いたいよね。でもストリートファイター5は俺ずっとやりたいなと思ってた。はいはい来てました、デイズゴン、デイズゴン4割引き、はいデイズゴン4割引きです。これも買いです確実にね。デビルメイクライ 35% オフ、はい俺毎回おすすめしてますけど、ブラッドボーンも買いましょうね皆さんね。ちょっとね僕の画面では購入済みだから値段わからないんだけど、パソコン画面でログアウトしてみると1504円で買えます。3割引きですね。まあ元々の価格がね、元々もうちょっと安いっていうのもあるんでね、買いやすいんじゃないかなと思います。でグランツーリスモも2980円だよ。ちょっと待って俺さ、なんかゲーム見てるばっかりでちょっと買うゲーム俺精査してないぞ。買うゲーム見ていけ。太鼓だドンがあって、ドラゴンボールがあって、シムズ4ね、これ買ったけど全然やらなかったな。買ったけどやらなかったな。オーバークックで、うわ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 、レッドデッドリデンプション2も 35% オフだからね、買おうよ。でフォールアウトがあって、アンチャーテッド、チョコボの不思議なダンジョン、エベバディがあって、あちょっと待って、龍が如く極み2。いや俺龍が如くシリーズはもう一回全部買おうかなってちょっと思ってたんだよね。で極み2から買うかって言われたらちょっとあれだけど、でも俺龍が如く2はちょっとだけ遊んだことがあって、ね、ちょっとカートに入れといていい、とりあえずちょっと極み2をねカートに入れるね。だからいや1、2、3、4、5、6まで全部購入はしたいんですよ。ウォッチドックス2、まあ3があるからね、3来年の何月だっけね。ウォッチドックス3気になってる方はちょっと2ここでやってなかったっていう人はやればいいと思うよ。俺じゃんまさにいやまさに俺かよみたいな話になってくるんだけどね。はい、でウィッチャーがあって、あレイジ2ももう3割引きだよ。だがこのレイジ2の横にあるこのソビエタ2、ウィッチャー3 7割引きにはどう考えても負けてしまうわけですよね。あほら龍が如く0とかあるし、ね、0と極み2があるな。ちょ0も入れとく。いやちょっと待って、そうなっちゃうと龍が如くで埋まっちゃうから、ちょっと待って落ち着いていこう。バイオハザード RE2 ですね、皆さんこれ買ってくださいぜひ、はい、夏におすすめの、ゲームですよこれは。あ龍が如く大体ねお買い得になってるわ。いや龍が如くシリーズを買うんじゃね今回のセールって、ひょっとしてもうそうなっていく気がするね。わチームソニックレーシングももう2割引きだよね。これもっと上に上げといてもいいんじゃねえの、こんな下の方に入れてっけどさ。ああストリートファイターのアニバーサリーコレクションちょっと一回突っ込んどいていい、カートに。とりあえず一回カートに入れていい。ででーんでーんでげでげってねでね、あとこれかー、デッドアライブエクストリーム3スカーレット、はーい、チャラララン、てってってで、もうドスケベドスケ、バカもぼかし入れてるからね。いや水着だから別に大丈夫なんだけど、万が一のことがあったら嫌じゃないね。 YouTube からあそやらしい映像だよって認定されても困るんでね。あほらカプコンベルトアクションコレクションもほらお買い得になってるよ、購入済みだけどさ。これさほら1980円ぐらいで買えるっぽいから、これね、まあ、僕はライブ配信、ゲーム実況のチャンネルの方のライブ配信とかでもさ、ちょいちょいこれね、積みゲー消化配信として遊んでたけど、盛り上がったもんね、これね。このゲームね、みんなでやってね。楽しいんだよ、これ。いいよ。そして、わ、メトロもあるんだ。もうメトロもあるよ。メトロ3割引きか。でもそんなにガツンとって感じだ。まあでも今年の2月のゲームだからね。メトロ X プラスいいよ。で、結構マニアックだけどね。マニアックだけれども、なんか一人称視点のマニアックなゲーム好きだよっていう方はぜひおすすめ。鬼武者、ソウルキャリバーね。あーちょっと待って、ほら俺前回ほら夏休みにおすすめのゲームで俺勧めてたけどさ、これ戦乱神楽ピーチビーチスプラッシュね。いや俺言って買ってないんだよ俺このゲームね。ほら
いや水着着てるけどね。いや俺なんか言っても進めたからにはちょっと一応カート入れとくか。いやちげえんだって、別にすげえ欲しいとかじゃなくて、すげえ欲しいとかじゃなくてね、あの夏におすすめのゲームとして進めたからには俺も買っておかなきゃって。シェンムー1、2あるじゃん。ちょ待って、シェンムー1、2あるじゃん。シェンムー3に向けてね、俺シェンムー3遊ぼうと思ってんだけど、俺1、2完全に触ってねえから、どっかで触っとくべきなんじゃないかって思ってるんだよね。ちょっと一回カート入れとこ、一回カート入れとこうよね。これだって4割引きはかなり得だろ。こう今買うしかないだろね。ちょっと待ってもう1万円超えてるんだけど、ちょっとさ、欲しいの一回全部突っ込んで、そっからちょっと抜き出していこうね。そっからアウトっていう風にあの外していくわ。ほらなんかさ、その東京ザナドゥ残機ゼロ、あとフェイトとかもあったけれどもさ、それちょっとアニメタッチのゲームが好きな人、ほらフェイトエクステラとかさ、アニメタッチなゲームが好きな方にも結構選びやすいようなラインナップにマジなってるよ。歌われるものとかもあるしね。あとこれな、これな、幸せそうの管理人さんね。俺これ毎回、もう毎回見てるから、毎回見てるから、これあるたび気になってんだろうね。見てこの子、絶対下の毛濃いじゃんいや毎回俺これ毎回言ってんだよ。どうしようもないこんなコメントしてるんだよ、このこれ見て。いやこの女の子たち、このゲーム出てくる女の子たちちょっと好みっていうところもある。でもいつもこの女の子にターゲットを絞って、この子絶対下の毛濃いよねとか言ってんだけど、見てこの子も濃いだろ絶対にいやねえ、いやそれ言ったらこの子も濃そうな顔してる。バカ、もう何なのこの話。子供も見てるでしょこれ子供は見てないことに祈りつつね。なんかね、結構気になるね、このなんだろう、これなんだこのゲームは。見下ろし型のこういうゲームか。なんかサイバーパンク系かな、この感じを見る限りね。ちょっと惹かれるところもあるなちょっと待って、ちょっと待って、これ何これ、超獣ギガ対戦って何これ、ちょっと何これ、独特かわいいいや何これ、いやスマホでやっとけいやスマホでやっとけ、ね、どんなゲームなのか、なんかちょっと微妙につかみきれないところもあるけど、なんかスマホからやってきましたみたいな感じのゲームだね。いや俺毎回ハートフル彼氏が気になってくるんだよね。90% オフだからお前か9割引きは。え、まったくもうお前なんか9割引き毎回100円で売っとるやろが、これこのゲームどうなっとんねんと。ちょっと雰囲気が好きなのがあるな。あーちょっと待って、思ったよりなんか怖い感じだな、思ったより怖い感じだな。あーなんかこういう感じか、なんだこういう感じか。インディーゲーがいっぱい出てきたけれどもね、なんかピンとくるのが、ちょっと待ってちょっと待って、なにこれ、ハートフル彼氏ホリデースターもう一本あんのかい。そしてこっちも魅惑の 90% オフ、なんなんこれ、なんかこれクリスマスムーなもうこれ買うか、もうこれ、もうこれ運命かこのゲーム、もうわかんないけど、なんなのこれ、気になるわ。100円なら買ってもいいんじゃねえかってちょっと思っちゃってるけれどもね。最大 95% オフって書いてあるけど、 95% オフのってほとんどないよね。でもまあまあしゃあないんだろうけどさ。とまあまあそんな感じかな。うん、オッケーオッケー。じゃあまあとりあえずちょっと俺のカートを整理するしかねえな、もうこれ。はい、カート整理しました。どれか1本抜かないと、どれか1本抜かないとちょっとね、今回、また予算オーバーになってしまいますので、いやこれビーチボール戦乱神楽かやっぱりこれか、これを、これは確定で。いやでもこれね、どうせね、あれだよ、遊ばねって俺どうせ遊ばねって、他は遊ぶ可能性非常に高いから、この3つでいくか。8900円ね、ちょっと待って、あとまだ1100円買えるぞ。いやー幸せその管理人さん、1950円か、惜しい惜しい、これ1100円以下だったら多分言ってたろうな、もうね。ハートフル彼氏でハートフル彼氏でどうね。いやいらねって、やらねっていややらねって、今ちょっとね、
うん、勢いで行ってもいいかなってちょっと思ったんだけど、いやいいや、今回じゃあこの3本にしとこうかね。ちょっとまあお釣りがあるけれども、割引のおかげで4500円も得してんだよ。これだからセールはマジたまらないよね。買ってしまったー、買ってしまったー、全てダウンロードしとくか。オッケー、あーしゃらい。はい、というわけで、今日もまた買ってしまったわけですよ。まんま1万円分、ここに今1万円あるけれども、これも支払いのためにも入れておかなきゃいけないから、これはもう俺手元にないも同然なんですよ、これ。いやー、なんなんだこのコンテンツ。セールが来るために俺がゲームを買うっていうこの、この動画は何なんだこれ。ね、まあいいか、ね。ライブ配信でね、買ったゲームとかね、ちょいちょい遊べたらいいかななんて思っておりますので、もしよかったらゲーム実況のチャンネルの方もね、合わせて見てくれたら嬉しいです。というわけで今日はここまで。皆さん、どう？何買ったの？ぜひ皆さんが買おうと思ってるもの、もしくは買ったもの、コメント欄に書き込んでくれたら嬉しいです。というわけでご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。